さやかさんは、まあ、私とも何度もライブですね。で、習慣化のすごく大切さみたいなことを前話をしたじゃないですか。その習慣化する、まあ、特にさやかさんは会社員で本当に時間がない状態から起業をしようと思って、時間がない中で勉強して準備してやってきて、その短時間の中で効果的にパフォーマンスを上げていくためには、いかにこう、習慣化していくかとか大事っていうことを、まあ、お話ししてたと思うんですよ、前。習慣化させるためのコツみたいなのってありますかね？毎日やらなきゃやること、やらなきゃいけないこと。習慣化させるコツが2つあって、まあ、1つは、まあ、自分の努力だったりするんですけれども、まあ、今池田さん先生に教わった Facebook グループを作ったり、習慣何かとセットにするんですよね。私会社員の時は電車に乗った時に Facebook とブログを書くって決めたんですよ。で、電車に乗るの近かった、13分しか乗ってなかったんで、そこで書くのって事前にもうネタをスマホとかにメモってとか、まあ、そういうことをするしかなかったので、何かとセットにする、歯磨きとセット、皆さん歯磨きしますよねっていうセットにするのと、あとは今このライブとかを今週5回やることにしたのは、まあ、ジェイゴさんとか池田さんのおかげなんですけど、仕組み化に乗っかっちゃう、まあ、ジェイゴさんにこの4月からお世話になって、お世話になったらもう私がやるしかないなと思って、すごいインスタもフェイスブックページもすごい投稿してくださるんですよ。ってことは、私がライブをやらない限りネタがないので、せっかくいい方がいらっしゃるのにもったいないなと思って、仕組みに乗っかっちゃう。もう私自分ってもうやらない人間だって分かってるので、もう習慣化できるような仕組みに、まあ、今回ジェイゴさんにお世話になってるので、毎日動画をアップしてくれる環境があるので、その環境に乗っかっちゃうっていうのも、自分としては、何かとセット、歯磨きとセットに発信をする。あとは仕組みに乗っかって、他力思考ですね。他力っていうのも活用してます。この2つになります。